はいみなさんこんにちはこれより行政書士合格の取説基本テキストの活用法、えー、学習経験者バージョンお伝えしていきたいと思います担当しますのはレックス専任講師で書籍を執筆した野畑と言いますよろしくお願いしますはいということでこの度ですね、えー、この書籍を執筆して発刊することになりましたでこのテキストを学習経験者がどう生かすのか ということとについいいいてて話をしていきたいと思います、はい、でこのテキストなんですがこう中を開いてね端書きとか読んでもらうと、はいまあ「初めて学習する方にとって」と書いてますから、まあ、学習経験者の方からすると、まあ、このテキストは正直必要ないんじゃないかというふうに思われる方多いのですがいやこのテキスト学習経験者も十分使ってもらえるんですね。はい というのも学習経験者が陥りがちなミスがありますはいそれは、えー、どんどんと細かい知識を詰めていこうとすることですもちろんね細かい知識を詰めていってより高めを目指したいという気持ちはわかるんですがあの土台がしっかりしないと知識詰め込んでもね点数伸びないんですよねうん。なのでこう一年頑張った結果得点下がっちゃう方もいるわけですよまず土台をしっかりしていただきたい で土台固めのためにあテキストを使ってもらいたいんです。で土台といっても180いきますよ、うん。合格はできます。ただ経験者の方はそこからさらに上に上に行きたいと思うので、まあその180点合格の土台を固めるっていう意味でこのテキストを使っていただきたい。うん、で具体的にどういう形になっているかという話なんですが、はいお店をしていこうと思います。そうですね。 例えばですが。これテキストの中身ですね。まあオールカラーが売りなので、こうカラフルになっています。ただカラフルと言っても、こう自分で線引いたりとか、書き込みができないわけではなくて。こう余白も多く作ってますから。自分でこう気になったことをどんどん書いていくことができる形式です。うん、で、とにかく。あの知識をね。こう積み上げていく。 そして確認することが大切ではあるのでこういった形で端的に例えば外国人の人権のポイントですとか人権保障の結論を挙げてます、うん。でもこれは絶対条件ですね。学習経験者からすればこういったポイントですとか表は絶対条件。で経験者にとってこのテキストの使い道というのは例えばこういった表があってね右の方にはい。 ズバット解説ですとかワンポイントってあったりするんですよ。うん、でこれはあの理解に重きを置いたテキストですからこの表の結論ってなんでそうなるのかなってことを端的に示したものなんですね。うん、で経験者の方は例えば知識は入っていたとしてもそこに理解が伴ってない方は結構多いんですよ。で理解伴ってないとこう忘れちゃう可能性高いんですね。 で忘れちゃうと当日思い出せませまん。ただ何でそうなったのかって分かっておくと当日思い出せたりもししますしね。現場ですからもちろん左の本文といいますがこの中の表はしっかり覚えてもらいたいのですがそれ以上にこうズバッと解説ですとかワンポイントを見ることによってこう知識をどんどんとこう広げていくこれが大切ですね。 あとは、その、文書自体はそんなに多くはないので、読み進めるスピードは早いと思うんです。なんで、繰り返すことによって知識を定着するにもこれ適しているわけですね。うん。で、さらに、これは民法部分なんですが、はい、経験者の方はご存知ですね、今年の本試験から改正民法が出題されますということになるので、 えと知識を入れ替えないといとけませんでそうなると今までと同じ知識なのか変わってしまって知識入れ替えなければいけないのかがこう曖昧になってくるんですね、はい。なので今回テキストのところで解除は改正で変わりますなのでワンポイントのところに「改正で変わりましたよ」っていうことはちゃんと示しておきますので、はい、こういったものを見ながら「あ変わったから知識の入れ替えだ」ですとかね 変わってないから大丈夫だってここととを確認すするるもでできるわけですよ、うんはい。あと意外にもね基本的なところでも分かってなかったりすると思うので、まあ、講義使いというものがありますから、まあ、解除の基本的なイメージをつかみそして例えば解除ができる要件を覚えさらに図解でチェックする、ね、こともできるわけですよ。 あとは契約内容不適合といって、まあ、これも改正でだいぶ変わっていますけどね、そこについての具体的な話もしっかりあの載せていますので、ね、具体でも載せていますから、まあ、これで勉強を進めることができると思います。うん、まあ、あのー、一度手に取って見ていただければと思うのですが、もう一つ、はい、経験者にとってみると、この基本問題集の方に先に目がいった方、多いかもしれませんね。はい 過去問プラスオ,オリジナル問題で知識の確認と得点力アップとありますはいで、えっ、ー、と厳選220問ですねで、多資格試験の問題解かないといけない話は皆さんも知っていると思うんですがただ公務員試験のテキストを失礼、問題集で分厚いよねうん。その中の何をするかって自分で探すの大変なわけですよなので公務員試験ですとか司法書士試験、そして オリジナル問題はなので180点のライン合格をするぞってラインをまず勝ち取りたければ、はい、この問題集もしっかりやっていただく、ね、これは基礎固めです。でこの問題集の特徴ということを少し挙げておきますが、まあ、特にね学習経験者の方にとってということでお話をしていきますけれども。 例えば、えー、問題14番これ憲法を移しておりますがこれ自体は見たことある方多いと思うんです。と言いますのも過去問だからです。はい本試験年の過去問だからですで過去問もしっかりやっていかなければいけませんから試験に問われそうなものはこの220問にも入れてます。ただそれだけではないです。はい 例えばこれレベタ訴訟の、えー、過去問なんですけど、二千十三年当時はこれ択一問題での出題です。うん、でこれが例えば二千二十年に形式を変えて出題されたらどうかと考えるわけです。例えば多肢選択に変わることってありえそうですよね。うん、なのでこれ問題十四番過去問択一に対して問題十五番は 多詞選択なんですね、はい。同じレペタ訴訟を多詞選択式に変えたものを掲載しています。はい、こうすることによって一つの論点ではありますがいろんな問われ方を確認することができるということなんですね。はいこれが一つ売りですでさらにこの厳選220問の中には、はいえー、記述も入れてますね。 で記述も当然これ改正の影響がありますのでこうなかなかね問題探すのが大変だったりしますがまあ、もちろん新法に対応した記述も入れてます、うん、なので220問の中に、えー、卓一式、多種選択式、記述式はみんな入ってますねなので繰り返しますが220問しっかり解けるようにしていただいてまず合格ラインまで行っちゃうと あの確実にマスターすすれば合格に行きますからね、うん、でさらねさもっともっと高めを目指したい方はその上で模擬試験受けてもらったりすればいいんです、うん、なので、うん、いつから勉強を始めてるかにもよりますけどね例えばこのテキストと問題集使ってもらって多分7月7月ね7月までにしっかりこれを繰り返すで合格内まで行く。 であと8月9月10月の直前期あたりはもっともっと知識を高めていくために模擬試験を受けてみたりですとか別途の問題集しやってみるという形でやっていけると思うんですね。うん、なのでいろんな使い方がこの合格の取説はありますのでその一つを今お伝えしたにすぎません。またあのブログの方でね使い方はちょくちょく上げていきたいと思いますので是非そちらも活用していただいてね。 参考にしていただいてこの合格の取説最後に移しますがの基本テキストですねそして問題集はい活用していただきたいと思いますはいでは簡単ではありましたけども合格の取説活用法学習経験者向けバージョンですね以上としたいと思いますどうもありがとうございました